まあ、一見するとね、単純に100%増えるも2で割って50年かかりそうな気がするんですけれども、複利っていうのはそれよりも早く、進んでいくと。ね、皆さんちょっと疑り深い方ですね、1.02を電卓でひたすらかけるかけるってやると、35回かけるとまだね、ギリギリ1.9いくつで2に届かなくて、36で2を超えるんで、皆さんやってみてくださいということ。すいません、ちょっと雑談入れちゃいましたけれども、じゃあ、遠藤長官もこれまでの我が国における、まあ、金融経済教育の取り組みの手応えについてお話しいただければと思います。金融庁が進めてきた金融経済教育も、今、若田副総裁からおっしゃったような、その中央広報委員会とかなり重なる部分があるんですね。この出張授業とか親子向けイベントとか教員向けサポート。で、特にこの出張授業っていうのは、